L の部屋へようこそーこの番組はネットビジネス歴18年、延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、えー、来ました。来ましたよ。なんと脳汁太郎さんの4連単を阻止したのは稲賀のおささんです。ありがとうございます。<laughs> はい、えー、稲川のおっさんさんから来てますのでお便り読み上げたいと思います、えー、いつもお世話になりますクーラーがほぼない倉庫で30度以上の暑さで毎日仕事をしています昨日は汗をかきすぎて塩あ、えー、では効果がなく作業中に足がつりましたお疲れ様ですいやこのクソ暑い中ねまあこれ放送日は8月も後半ですけどまあでもど,どうなんですかね今7月ですけどクソ暑いですよねあのお気をつけください 吉谷さんが学生、で、えっ、ー、と、ここからですね、吉谷さんが学生の頃に卓球をしていた時の夏場の暑い時期の暑さ対策はどのようにしていたのでしょうかと。来ましたね。学生の頃はどうしてたのかと。<laughs> 学生っすよね <laughs>。どこまでの、どこの学生まで遡るっていう話なんですけど、どうしましょうか。中学ぐらいから遡りましょうか。中学まで遡ると13歳ですよ、中1って。 だから僕今40なんですけど27年前の夏ですね27年前の夏は27年も経つんですねすいません27年前の夏は暑かったけどここまで暑くないと思います <laughs> すいません今異常じゃないですかどん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 ねこのねこの27年間の間にこの夏っていうのが最高記録どんどん樹立してるじゃないですか温暖化になってねで27年前のあ夏っていうのは暑かったとは思うんですけど そんなに対策しなくても、まあまあだったよって話ですよね。いや、今ほんとね、やばいと思いますもんめちゃめちゃ暑く、暑いというか、痛いというか、犯罪級の暑さじゃないですか、なんか。昔って暑いな、みたいな。なんか昔って外で別に水か食って、なんか暑いね、水くうまいねってできたと思うんですけど、今の、今、炎天下で水か食ってたら、もう暑いねじゃなくて、もう痛いというか、もう多分し、 熱中症になりますよね。うん、なんか昔は暑いねでなんか行けたけど、今は暑いねじゃないぐらい暑いですよね。うん。なんで中学校の頃はその熱中症対策見て暑さ対策ってはしてないですね。で、すいません。で、高校行きましょうか。高校はすいません。僕、あの、入学した先が青森、<laughs> 青森、青森山田っていうところに入学しまして、 えー、青森ですから、えー、すみません、そんなに暑くないですって <laughs>。で、まあ、その青森山田1年いまして、僕はあの、であの、日本一の、卓球で日本一だったんですけど、当時ね。もう、その、練習がきつすぎて、ちょっとね、転校しまして。転校した先は山形の高校で、山形の米沢中央高校っていう米沢ですね。で、一応山形なんですけど、まあ、山形の米沢はまあまあ暑かったかな。でも暑かったって、 ですけども、ただ今ほどじゃないので、多分 <laughs> まあまあ普通に、まあ、できたかなっていう感じですかね。じゃあ今度大学行きましょうか。大学は岐阜の大学、中京学院大学っていうところ行ったんですけど、これはね、まあ暑かったっすかね。暑かったけども、でもね、すいません。大学が、その中京学院大学って山の上にあるんですよ。<laughs> 山の上にあるんですよ。 そう,そうで。山にあるんですよね。なんかその、なんか東京大学みたいなね。なんかそのコンクリート、アスファルトジャングルに囲まれた大学じゃなくて、山の上にあるんですよ。<laughs> だから、山なんです。山の上にあって山なんですよ。だから、そ、あの、外出ると涼しいんですよ。だって山って涼しいじゃないですか。で、山の中にあるんで、ね。<laughs> 暑さ対策あんましてないですね。すいません。 なんで、まあ僕の学生を紐解くとそんな感じなので、暑さ対策っていうのは全くしてないかなっていう。うーん。まあそもそも昔ですからね、昔はそんなに今ほど暑くないので、うん。だから今はね、ちょっときついっすよね。ここ、ここ、だから、あの、なんかね、あの、 あれがいいんじゃないですかあの、すいません。僕あの通販番組好きなんですけど、たまに通販番組勉強で見るんですけど、そのジャパネットの方ね。そのジャパネットの方が売ってたんですけど、あの、服でその、電池式でブーンってファン回るやつが売ってたんですけど、めちゃめちゃいい、すごいな、みたいな。モバイルバッテリー入れて、そのファンで回してブワーって涼しくなるみたいな。あれめちゃめちゃ良さそうですね。うん。昔はあんなのなかったですからね。その電動でファン回して涼しくなるみたいな。 しかもなんか、その、保冷剤とかも入れられるのかなもうあれいいんじゃないですかねうん。だって普通にやってたら多分無理じゃないですか、もう。だからなんか、自分自身をなんかクーラーにするというか、なんかそうしないと。ん。だって、うん、無理ですよね。しかもこれ倉庫ですから。でもこれ職場の方でそういう人いないんですかねその、なんか、あれやってる人、その、それを使う。多分最近ね、その、 結構流行ってるというか、結構見ますよ。その、あのファン、ファンで回してるやつ。着てるの。うん。あれめちゃめちゃいいんじゃないですか。うん。ぜひ、まあ、まあ、安くはないですけども、あの、倒れるよりかはいいんじゃないかなとは思うんで、あの、ファンのやつおすすめだと思います。まあ僕はすいません、必要ないですけど。<laughs> まあ基本的にね、今は仕事は外でやらないですし、まあ基本的にそのす、すいません、涼しいところで、 パソコンカリカリするか、動画撮るかっていう。まあ最近はね、外で撮ってるんですけど、外で撮っても、まあ朝の5時、6時、7時あたりなんで、いやでもね、7時でも暑いんですよ。もう狂気ですよね。朝7時でも草いみたいな <laughs> うーん。だから外撮りは朝散歩して、朝散歩するとのとちょうどよく。まああとは、 なんすかそのセミが聞こえるので夏っぽいじゃないですかだから散歩してる最中に動画撮っちゃうでも散歩してる時はまあ5時半6時7時ぐらいなんでそんなに暑くないのでまあ外で逆に言うと外で気持ちいいっちゃ気持ちいい部分あるんでまあそれ以外は全部中でやってますからねこのね「L の部屋」の収録ももちろん炎天下の外でやってないんでクーラーがあるすいませんお部屋でやってますのですいません <laughs> うーん。いや、正直、ま、この仕事、でもね、まあ、あの、この仕事をした後ですよ。この仕事をした後ネットビジネスやるって結構しんどいでますよね体力的に。だから今、この夏は、なんかあの、リサーチするなり、なんかその、やるというよりかは、なんか、1日30分ぐらいの勉強でいいんじゃないですかね。なんか、要はその、体のケアというか、多分もう、 もう多分もう、あれじゃないですか。もう、ね、僕想像するだけでもすごい大変だなと思うんですけど、これ何時間ぐらい作業されてるのかわかんないですけどね、30度以上の倉庫でね、ずっと例えば8時間9時間ずっとやってて、その後家帰ってきて、ネットビジネスなんかやるって多分体力的に持たないと思うんですよ。もうなんかそれできるんだったら昔ラグ,ラグビーやってましたみたいな。<laughs> ラグビーやってたんですかみたいな。 僕ね、今もしこの状況になったら多分ネットビジネスできないですね。ここで8時間9時間ね。まあすみません、どれぐらい労働、あの、働いてるかわかんないですけど、これやって、家帰ってきて、ネットビジネスやるぞっていうのは、さすがに難しいと思いますんで、なんかこの時期は、な,なんか、体休めて、なおかつしっかり休めて、あとは、まあリサーチ10分20分やるっていう、なんか、あとは本ちょっと読んでみるとか、読,読書とかいいんじゃないですか。 うん、読書、読書、読書してみたらどうすかねうん、10分読書っていう。うん。まあ、家は、家はさすがにクーラーついてると思うんで、クーラーついて麦茶飲み、まあ、麦茶飲みながらかビール飲みながら読書するっていう <laughs>。<laughs> まあ、ビール飲みながら読書ってどうなのかっていう話でもありますけど、まあ、まあ、まあ、なんかあの、10分ぐらいその読書するみたいな感じで、その、なんかその、自分の体調管理ですよね。ここでた、仮にね、 無理してね、ネットビジネスも寝ずに。要は睡眠時間削ってネットビジネスやるじゃないですか。で、睡眠時間が少ないです。で、出社します。で、出社した職場がね、30度以上の倉庫でこうずっとやってる。で、睡眠時間少ないです。倒れると思うんで。なんこれは結局そのパワーめちゃめちゃ使ってるわけじゃないですか。普段よりね。なんで、それ分ちゃんとエネルギーを充電しないといけないので。うーん。 あ睡眠時間ですよね。もう人間がこのエネルギーを回復するためには睡眠時間が大事ですから、睡眠時間と睡眠の質化。うん、そこはしっかり取るようにしていただくといいと思います。あと、水分と取ってね。だから、ま、クーラー効いた部屋で読書がおすすめです。あの、前回、あの、脳汁太郎さんの L の部屋で中村天風みたいなね、あの、出てきましたんですけど、まあ、中村天風はちょっとレベル高すぎるかもしれないですけど、でも、でも、ま、そういう本、中村天風とか、 あの、稲森和夫さんとか、松下幸之助さんとかの本を10分ぐらいこう読むっていう、毎日暑く、暑い日は、暑いこの時期は、そういうふうにやっていただくといいんじゃないかなと。まあ、読みやすい本としては僕はもうね、ベストセラーの本で道を開くっていうね、も、ま、う、あ、すごい読みやすい本はありますけど、まあ昔ね、僕はあれをもうめちゃめちゃ読んでましたから、うーん。あれね、読みやすいんですよ。うーん。 そう。だからまあちょっと読書してみてはいかがでしょうかと。すみません。暑さ対策は、あの学生の頃の暑さ対策そんな感じなので、もうちょっと拡張しようがないので。<laughs> そう。学生来た方はね、なるほど、みたいな。<laughs> ちょっと一本やられた感じですね。学生ね、みたいな。なるほど、みたいな。<laughs> そういう切り口か、みたいなね。 いや、僕は学生、僕が学生の頃、こんな暑くなかったしね、そもそも。で、あとは状況ですよね。まあ、言ったと思うんですけど。うん、青森とか山形とか。あと、大学は山の上ですからね、僕山の上です。<laughs> 本当ね、大学行くのにね、すごい坂なんですよ。山切り、山の上にあるんで。山登ってくんですけど。だから、あの、もう、原着か、もう、チャリとか無、無理じゃないですかチャリとかマジしんどいですね。 チャリとかマジ無理無。無理ではないですけど、超んですよ。だからみんな大体大学行くのは原、原付きか車ですね、みんな。まあ、バスもありましたけどね。あれ、あそこチャリンコでっていうのはね、もう無理なんですよ。いや、もうすげえんですよ。山登るんだよ、マジで。<laughs> で、ま、周り山ですからね。うん。だからその東京の大学とかね、もう山、ね、もう、なんかあれじゃないですか。コンクリートジャングルなんで、相当暑いと思いますけど。うーん。 そう、田舎なんですよね、僕の大学。そう、中津川っていうところ、そう、中津川いいですよ。今度、そうそうそう、そうそう、今年の10月ぐらいに、あ、そうだ、あの、その、あの、集大尾化やろうよみたいになって、その10月多分、その、集まると思うんですけど、だからみんな40歳ぐらいになったから、ちょっともういいんじゃねみたいな、集まろうぜみたいになって、<laughs> その中津川っていうね、めちゃめちゃいいんですよ。もう自然豊かでね、そう。 中津川っていう <laughs>。で、川、川があるんですけど <laughs>。で、その川の上流行くとね、水がただで飲める場所があったんですけど、でも今はね、そこなんかもう、ただで飲めなくなったのかな。なんか、その、業者が入っちゃったのかな。なんかね、いろんなスポットあるんですよ。自然が豊かで <laughs>。そう。中津川よかったな中津川すごい良い,いですよ。 僕ね、大学4年間、さ中津川で過ごしましたけど、そのね、川がね、すごい良かったな、あれ。うん。そう、まあ、田舎でしたけどね。なんかその、なんか大学生の時、大学でこう、なんか仲間で遊ぶっていうのが、あの、ジャパンレンタカーっていうのがありまして、 そのジャパ、ジャパレン行こうぜっていう。そのジャパンレンタカーになんでみんなで行くのかっていうと、そのジャパレンタ、ジャパ、ジャパレンか <laughs>。ジャパンレンタカーの2階がカラオケやってんですよ。<laughs> で、みんなでカラオケするっていうね。その学生の頃はね、遊ぶって言ったらカラ、そのジャパレンでカラオケするみたいな。何もないんですよ。だ名古屋とか行かないとダメなんですよ。本当に遊びに行くって言ったら。だらあ中津川にその遊ぶ場所ないので。 だからみんなで遊ぶツさんも大体酒持ってジャパレン行くみたいな <laughs>。そう。もしくは、あの、酒飲みながらミンゴル大会するとかね <laughs> そう田舎だったんでね、そのと、都会じゃないですからね。うん。いや、でもね、僕ね、ちょっともう、これ朝,朝の番組だからどうなのかな。 ちょっと苦い思い出があって、その大学卒業して、大学卒業す,す,する前に、なんか仲間でね、友達同士で、ちょっと最後行こうか、つってね、名古屋までちょっとね、あの、踊り出たんですけど、あの、僕、名古屋で踊り出て、その、なんかあの、その友達がここのお店行こうぜ、つって行って,行ってきたんですよ、みんなでね。まあ、4人か5人で行ってきたんですけど。で、僕はあの、あの、今日新人さん来てますけどって言われて、 あ、じゃあ、それでみたいな。新人安いんですよね。<laughs> で、その新人さんも指名したんですけど、ね、すげえ人来て、マジかみたいな。<laughs> 結構、あの、辛い思い出ですね。<laughs> 新人さん、すごいの来たな、みたいな。<laughs> 最後の大学生の思い出、すごい人、みたいな。<laughs> それはありますね。そう。まあ、ちょっと朝の番組なんでね、この辺にしておきましょうか。 はい。ということで、あの、お体お気をつけください。本当にあの、暑すぎますので、本当にこ、こう、こ、な、こうやばいですよ、この夏ね。うん。なんで、まあ、おすすめとしては、あの、なんだ、あれじゃないですか。あの、ファンの効いた服が、ちょっと1万ちょっとするかもしれないですけど、高いかもしれないですけど、おすすめだと思います。てか、あれやんないと多分きつくないですか、ね。うん。はい。まあ、ということで、えー、 いただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。